はい、始まりました。今日はこちらですね、トミカの4月に発売になりましたフェラーリの SF90 ストラダーレですね。こちらが初回特別仕様です。こちらは普通のものですね。こちらを今日は紹介したいと思います。はい、そういうことでね、ちょっと箱からね、出した2台なんですけど、まずねこちらが、初回限定版ですね。初回限定じゃないですね、初回特別仕様車ですね。はい、でこちらが、普通の通常モデルですね。これがね4月に発売されたばっかりのフェラーリですね。フェラーリのね、ストラダーレっていうネーミングですね。これはねフェラーリの、初の市販 PHEV らしいですね。 SF90 ストラダーレ、ね、フェラーリのね創設90周年らしいですね。でストラダーレっていうねネーミングなんですけど、これはね行動市販車っていう意味らしいですね。うん、で、PHEV に関しては、初の市販車なんですけど、ハイブリッドカーとしては、少し前にね、ありました限定車である、ラ・フェラーリっていうね、フェラーリに続いての2車種目らしいですね。まずね、何がすごいかというとね、このストラダーレはね、エンジンのスペックがすごいですね。エンジンは4リッターの V8 ツインターボですね。で、駆動方式自体は4輪駆動ですね。あとモーターとやっぱりエンジンのね、PHEV なんで組み合わせですけど、まずエンジン出力ですね。ね、ギリギリアウトですね、今のはね。はい、出力が780馬力、最大トルクが 81.6 ですね。これだけでもね、モンスターですよね、実際。780馬力もあればね。はい。それに、モーターの組み合わせで、モーターだけでね、これ3機ついてるんですね、モーターが。3機ついてるんですけど、それ220馬力ですね。220馬力ってもう普通の車の、ちょっと高性能な車ぐらいのパワーありますけど、それを組み合わせると1000馬力ですね。もう怪物です、正直。もうそれは 4WD じゃないと受け止めれないパワーですね。1000馬力で言うとね。はい。で、あとボディサイズなんですけど、ボディサイズ自体はまあ4710。ちょっと長めですかね。フェラーリにしたら。若干長い感じはしますけど、幅がね、1972。やっぱ相変わらず幅は広いです。全高が1186ですね。幅広くて、前高が低いですね。それがやっぱりかっこいい証ですよね。はい。車両重量はね、1トン570ですね。まあそこまで軽くもなく、重くもなくっていう感じですね。はい。で、先ほど紹介させていただいたね、エンジンスペックの、実力ですよね。実力がね、最高速度、ね、340キロ。もうおかしいですよね、340キロとかね。どこで出すねんいう感じなんですけど、あとね、0、100キロ加速ですよね。0、100キロ加速が 2.5 秒。これはね、 2.5 秒っていうのはもうまあまあもうちょっとね、車詳しい方からしたらかなりのもうスピードですけど、日本がね誇る日産 GT-R、 そして同じくねホンダの NSX ですね。 NSX、その2台は、0、100キロ加速が確か 2.7 秒ですね。コンマ2秒やっぱりね、このフェラーリの方が早いんですけど、車の世界でコンマ1秒、コンマ2秒、まあレースの世界でもそうですけど、かなりの違いがやっぱり出てきますよね。0、200キロまではね、このフェラーリは 6.7 秒ですね。ストラダーレのね、もう一個の特徴は前輪のモーターだけで走行することができますね。はい。前輪のモーターだけで走行するとね、最大25キロの距離を最高速度135キロですね。そこまで走行することができます。だからこのね、モンスターマシーンのような感じで結構エコですよね。
エコマシンでもあるっていう、まあそれがね今の新世代のフェラーリなのかなという感じはしますよね。エンジンスペック等のね紹介はこれぐらいにしといて、あとはちょっとねトミカさんのねやっぱりいつもながらの綺麗な作りのね感じをちょっと見ていただいてですね、はい、まあまあ本当にね美しいですよね、作りがねかっこいいですね、むちゃくちゃかっこいいですね、憧れのマークですよね。しかもこの見えますかね、ちょっと動画やったらちっちゃいんですけどね、まあかろうじて羽馬が見えますね、はい、まあそんなことでねこの今日はね2台をご紹介させていただきました。またね新作のねトミカさんとかが出ればねまたいろいろご紹介したいなと思いますのでよろしくお願いします。今日はねまあこの辺でちょっとねおしまいにしようかなと思うんですけど、この動画ねまたねよかったよってね言っていただければ大変嬉しいと思うんですけど、またコメントと高評価ですね、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。励みになりますんでね、はい、そしたらねまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。